どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルのプラチナステータスチャレンジ再開ということで解説ね、やっていきたいと思います。いや、このタイミングでね、プラチナステータスチャレンジね再開ということで、 SPGMX ね、新規入会キャンペーンでポイントアップしてるということで、発行された方もね結構いらっしゃるというふうに思いますので、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。まずね、プラチナステータスチャレンジとはという話なんですけども、プラチナチャレンジとはですね、プラチナステータスをですね体験できる制度っていう風になっておりまして、プラチナチャレンジね宣言して3ヶ月以内にですね16泊マリオットボンボイホテルにね宿泊するとですね、一定期間ですねプラチナステータスを利用することができる制度っていう風になってるんですよね。でですね、マリオットボンボイホテルのねプラチナステータスにはですね、本来ね50宿泊がですね必要なんですけども、このプラチナチャレンジでですね利用すると16泊でですねこのプラチナステータスが体験できるということで、個人的にはですね、まあ16泊ということで1泊ね1万円のホテルであっても16万円ねかかってくるので、お金がかかるわけなんですけども、このね約2年間ですねプラチナステータスがね楽しめるということで、個人的にはですねおすすめっていただきになってるんですよね。私自身もですね2019年にですねこのプラチナチャレンジを行ってですね、私の場合は10万円ちょっとぐらいだったと思うんですけども、プラチナチャレンジでプラチナステータスになってですね、そこからですね、まあ特別対応とかもあったわけなんですけども、2021年5月現在もですねマリオットプラチナステータスね維持しているっていう感じになるんですよね。で2021年に関してもですね、もうね特別対応を含めてですね50泊で達成しているというふうになりますんで、2023年1月末まではですねプラチナステータスが利用できるような感じになっているんですよね。このプラチナチャレンジをねするかどうかっていうのはですね、個人的にはおすすめなんですけども、まあ情報をねいろいろ見ていただいてですね、ご自身に合うかどうかね確認していただいてですね、やるかどうかね決めていただければなというふうに思います。それではですね、2021年最新のねプラチナプラチナチャレンジの内容についてなんですけども、以前行われてたプラチナチャレンジとね同じっていう風になっておりまして、エントリー可能な方はですねマリオットボンボイホテルプログラムに加盟しているホテルにですね3ヶ月以内に有償で16泊ね必要っていった形になります。こちらについてはですねちょっと後でね解説させていただきます。またですね、プラチナチャレンジの予約はですねマリオットの公式サイトからのみという風になっておりましたので、 PC もしくはアプリからですねどちらでも OK なんですけども、こちらのね予約が対象っていった形になっておりまして、またですねポイント泊であったり外部予約サイトをね利用した場合ですね、こちらはこの16泊のですねカウントの対象外っていう風になりますんで、この点はね注意してください。またですね、獲得したプラチナステータスをね維持できる期間なんですけども、プラチナチャレンジをね盗撮した年プラス1年間と次のね1月末までっていう風になっておりまして、ちょっとね分かりづらいかなっていう風に思うわけなんですけども、もしね今達成すればですね2023年の1月末までねステータスが維持できるっていった形になります。それではまずですね、このプラチナチャレンジにねエントリーできる方の条件についてなんですけども、マリオットボンボイホテルの会員登録をですね1泊以上の宿泊履歴がねある方っていう風になっておりますんで、最近ね SPGMX ね発行された方はですね、まだね宿泊されてない方もいらっしゃるかなという風に思いますので、もしね利用されたい方であればですね、プラチナチャレンジする前にですね1泊ねどこかね宿泊していただきたいなって思います。でこの宿泊に関してはですね、ポイント宿泊であっても有償の宿泊でもですねどちらでも OK っていう風になりますんで、ひとまずですね会員登録後に1泊ね必要っていった形になります。それでは次にですね、プラチナチャレンジね必要宿泊数は16泊っていう風になるわけなんですけども、こちらはですね16連泊でも OK ですし、1泊ずつね分けていただいて合計16泊でもね OK っていった形になります。でですね、対象ホテルはですねマリオットボンボイホテルのプログラムにね参加加盟しているホテルが対象っていった形になりますので、これがねどこなのかっていう話なんですけども、日本国内の場合はですねリッツカールトンリザーブニセコっていうねニセコにある
るねマリオットボンボンホテルがあるわけなんですけども、こちらはですねマリオットボンボンホテルプログラムに加盟しておりませんので、このホテルのみですね対象外っていう風になりますんで、この点をね覚えておいてください。まあこのねホテルはですねマリオットボンボンの予約サイトで普通に出てくるっていう風になりますんで、覚えておいていただきたいなって思います。それでは次にですねプラチナチャレンジを行う手順についてなんですけども、まずですねマリオットボンボンホテルのデスクにプラチナチャレンジをねするっていうのをね宣言していただきます。で電話番号はですねちょっとねここら辺に出しておきますし、概要欄にもね記載しておきますけども、そちらに電話していただいてですねプラチナチャレンジを行いますっていう風にね言っていただくっていう感じになるんですよね。まあちょっとね最初言う時にプラチナチャレンジやりたいですって言ってはみたいなね、そんな対応されないかですねちょっとねビビってしまう部分があるかと思うんですけども、向こうもですね分かっておりますので、プラチナチャレンジねしたい旨をですね言っていただければなっていう風に思います。でですね、今回私が動画でね解説させていただいている内容とですね今後ね変更になる可能性も十分考えられるっていう風になりますんで、このプラチナチャレンジをですねマリオットボンボンホテルデスクで宣言していただいて利用していただくわけなんですけども、プラチナチャレンジのですねルール自体はですねプラチナチャレンジを行う際にですね確実に確認ねしていただきたいなって思います。こちらね本当に間違ってしまうとですね大変なことにもなりますし、マリオットボンボンのねデスクの回答っていうのは結構ね頻繁に変わるっていう風になりますんで、この点もね注意が必要っていう風になります。でですねプラチナチャレンジに関してもですねいつ終了するかっていうのは基本的に分かんないんですよね。急にね突然中止する可能性ももちろんあるって言った形になりますんで、もしねこのプラチナチャレンジね利用されたいっていう方はですねできるだけ早くね決断していただければなって思います。こちらねもし中止になってしまうとですね普通にね50泊しないとマリオットボンボンのねプラチナステータスになることができなくなるっていう風になりますんで、この点もね覚えておいていただきたいなって思います。それでは次にですねこのプラチナチャレンジに必要な宿泊期間なんですけども、基本的にですねプラチナチャレンジをマリオットボンボンホテルデスクで宣言していただいてですね、その後3ヶ月間っていう風になるわけなんですけども、こちらの詳細なんですけども正確にはですね3ヶ月とその月の残数が利用することが可能っていう風になってるんですよね。ですので本日ですね5月24日っていう風になりますんで、仮にね今日宣言するとですね3ヶ月後の8月24日っていう風になるわけなんですけども、その3ヶ月とプラス残数っていう風になりますので、8月の31日までにこの必要宿泊数の16泊はですね必要になるっていった形になるんですよね。でですねじゃあいつね宣言するのがおすすめなのかっていう話なんですけども、この残数がね追加されるという風になりますんで、各月の2日にね宣言していただくとですね丸々3ヶ月とまたね2日以降からの残数がですね利用することができるっていう風になりますんで、基本的にはですね宣言していただくのはですね2日にね宣言していただくのがねおすすめっていった形になります。またですね今回2021年のですねプラチナチャレンジがですね開始になったわけなんですけども、こちらのプラチナチャレンジはですね今までは1人1回で2回目以降とかね利用することができなかったんですよね。まあこれはね前々から言われてたわけなんですけども、2021年ねこのプラチナチャレンジは過去にですねプラチナチャレンジを行ってプラチナステータスね獲得された方でも2021年ね今回またね再挑戦することができるっていった形になりますんで、今までですねプラチナチャレンジね宣言していただいて達成してプラチナステータスね楽しまれた方でまたゴールドに落ちた方とかですね利用することができますし、プラチナチャレンジ宣言したはいいけど結局ね16泊することができなくて中止された方であってもですね2021年のプラチナチャレンジね参加することができるっていった形になりますので、この点はね覚えておいてください。それでは次にですねこのプラチナチャレンジにはですね16泊ね宿泊しなきゃいけないということで、実際ねどのぐらいの費用がねかかるのかっていう話なんですけども、まあホテル価格に関してはですね変動することもかなり多いっていう風になりますんで、
参考程度にね見ていただきたいんですけども、日本国内のですねちょっとね価格が安いホテルをピックアップさせていただいて、重量価格ね検索していただくとですね、こんな感じになるんですよね。4ポイント函館104,537円、4ポイント名古屋145,200円、コードヤード大阪本町113,685円、フェアフィールド大阪ナンバー113,310円、モシキ東京資金市場159,720円、フェアフィールド札幌153,962円ということで、まあこちらはですね16泊した場合のですね必要費用っていう風になるわけなんですけども、やはりですね4ポイント函館ねかなり安いですよね。こちらね104,537円ということで、カテゴリー的にもですね4ポイントシェラトン函館はですねカテゴリー3ということで、かなりねカテゴリーもね低いわけなんですけども、やはりねマリオット修行のね聖地と呼ばれているだけあってですね、かなり価格的にもですねお得なのかなっていうふうに思いますよね。私もね4ポイント函館でプラチナチャレンジね行ったわけなんですけども、函館空港からですねバスで20分ぐらいで JR 函館駅のね斜め前ぐらいにねこの4ポイント函館ってあるわけなので、宿泊してですね隣にね海鮮がね美味しいね朝市っていうのもありますので、またね観光スポットもですね点在しているっていう風になりまして、結構ね楽しめるのではないのかなっていう風に思います。まあ思うわけなんですけども、さすがに16泊はですねかなりね長期間っていう風になりますんで、連泊となるとですね退屈等々にもねなるかなっていう風に思うわけなので、まあお仕事とかでですね利用できる方はですね連泊でね一気に達成するみたいなねそういうのもいいのかもしれないなって思います。いかがだったでしょうか。今回ですねマリオットボンボイホテルのプラチナチャレンジがですね再開されたということで解説ねさせていただきましたけども、プラチナチャレンジ自体はですねとてもねおすすめっていった形にはなるわけなんですけども、一応ねホテルの上級ステータスをね獲得してしまうとですね、なかなかねそこからゴールドにね落ちるっていうのがですね結構ね辛くなってくる部分ももちろんあるんですよね。まあこちらホテル沼なんてね呼ばれているわけなんですけども、まあこういったこともねあるっていった形になりますので、マリオットボンボイのねプラチナステータスね体験されてみたい方はですねおすすめっていった形にはなるわけなんですけども、まあこういうね病みつきになってしまう部分もねゼロではないかなっていうふうに思いますので、まあそういうのもですね考慮していただいてですね決断ねしてみていただきたいなって思います。で最後にですねマリオットボンボイのプラチナステータスチャレンジに関してはですねいつ中止になるか本当にわからないっていう風になりますので、こちらねプラチナチャレンジ自体をですね11月とかにやってですね達成を2月とかにするとですね丸々2年ちょっとぐらいねプラチナステータスでいられるっていうね方法もあるにあるわけなんですけども、じゃあ11月までね待ってですねプラチナチャレンジをやろうとしててですね10月末とか10月半ばとかにですねこのプラチナチャレンジがね終了してしまったりするとですね結局ねできなくなったりもしてしまう可能性があるっていう風になりますので、個人的にはですねプラチナチャレンジね利用されたい方はですねできるだけ早めにね決断ねしていただきたいなって思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マネットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。